皆さんこんにちは、河内長野市長の島田智明です。河内長野市の地域通貨促進事業モックルコイン事業について重要なお知らせです。令和4年度発行のモックルコインは令和5年3月15日水曜日で、ご自身でお支払いいただいた金額分も含めて全て執行します。対象事業はアプリでのチャージで 20% 分を追加付与したチャージボーナスキャンペーン第1弾から第3弾、3000円で5000円分のモックルコインカードを販売したプレミアム付きモックルコイン、18歳以下の市民に5000円分を付与した子ども子育て応援モックルコイン、対象の観光施設利用額に応じて付与した河内長野観光キャンペーン、スタンプラリーやクイズラリー参加で付与した観光イベントキャンペーン、65歳以上の新規スマホ購入者に5000円分を付与した高齢者スマホデビュー応援キャンペーン、対象となる地域活動への参加で付与した地域活動デジタル化推進ポイント、C などの公式 LINE 登録で200円分を付与した LINE 登録キャンペーン、その他対象となる C 事業への参加者に付与したポイントです。なお、利用期限の延長や未利用分の返金等の対応は一切できませんので、ご注意ください。繰り返しになりますが、令和4年度発行のモックルコインの有効期限は令和5年3月15日水曜日です。ご自身でお支払いいただいた金額分も含めて全て執行します。ぜひお早めにご利用いただきますようお願いいたします。また別の事業では75歳以上の方にお送りしたお出かけチケットおよび市内協賛店舗で利用できる街中クーポンと、65歳以上の方にワクチン接種移動支援としてお送りしたバス、タクシー共通乗車券の有効期限は3月31日までです。有効期限を過ぎると利用できませんので、こちらもぜひ有効活用していただきますようよろしくお願いいたします。